県那覇市にある株式会社ローズヒップ山内真希です。動画には何度か出演しておりますが、改めて自己紹介をさせていただきたいと思います。私がローズヒップの代表荒垣と出会ったのは今から4年前です。その頃は子育てに追われ、自分のことは後回し、お肌のお手入れも全くしていなかったので顔中シミだらけでした。その時に荒垣から言われた一言は、このまま年を取ってもいいの？子育てが忙しいからって自分に言い訳をしているだけじゃないと言われました。その時、このまま年を取っていくのは嫌だと思い、もっと自分自身を大切にいこうと決めました。今はやりたいことを楽しみながらやっています。一昨年、自社オリジナル化粧品を一緒に考案し、納得のいく化粧品を昨年5月に発売いたしました。試作の時から自分の肌で試し、どんどん変化していく肌に、この化粧品は本物だと確信しました。今はソロンに来るお客様一人一人にこのエンデル化粧品の良さを伝えております。自分のやりたいことを一生懸命やって、働く楽しさを子供たちにも伝えています。お母さんみたいな女性になりたいという女性を目指し、今は日々努力しています。年齢なんて関係ありません。子供がいるから何もできないということはありません。決めるのは自分自身です。私の日々変化していく姿を今一度ご覧ください。これからも株式会社ローズヒップ山内真希をどうぞよろしくお願いします。